原薩摩切子は、島津家28代、薩摩藩主、島津斉彬の時代に製造された薩摩切子を収蔵、展示している尚古修正館が監修しており、薩摩切子を収める切箱には、尚古修正館監修を明記、落款が捺印されている。復元品には、アルファベット大文字で、島津。創作品、新作品には、アルファベット筆記体で、島津の彫刻が商品のすべてに施されている。